皆さんこんばんは、アズエリタレントの和也です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。まずはこのワリアズリ FM についてご説明をさせていただきます。ワリアズリ FM は日本一尖った放送局アズリ FM グループの第2局目の放送局としまして、昨年の2022年12月12日に開局いたしました。アズリ FM の特徴としましては、何といっても曲からの NG がなし、番組にご出演の演者様が自由に番組制作をできる唯一無二の放送局になっております。地上波では絶対に見られない番組が多数あり、演者様による演者様だけの番組制作ができるのはこのアズリ FM だけです。そして FM とついてますが、見るラジオという全く新しい放送局になっておりまして、これから愛知県を含めて東海地区をどんどん盛り上げてまいります。そしてこの番組は近隣さんいらっしゃいと題しまして、このワリアズリ FM スタジオ近くの大須賀門周辺の方から、なんと今では東海地区の方までね、ゲストにご登場いただきまして、私アズリタレントの和也がたっぷりご紹介させていただくというスペシャル番組になっております。ありがとうございます。ワリアズリ FM は生放送が基本ですが、全ての放送アーカイブとして YouTube チャンネルに公開しておりますので、見逃した方もいつでもご覧ください。そしてこのスタジオは換気消毒などコロナ対策もバッチリしておりますので、視聴者の皆様もご安心してご覧ください。またワリアズリ FM ではこちらの X のアカウント OWAZPANFM、 OW というのが終わりの OW で、アズパンというのが後ろにいるアズーリパンダ、略してアズパン FM まで、こちらまでね、生放送中にコメントとかご質問いただきましたら、リアルタイムでご紹介させていただいたりお答えさせていただきますので、そちらまでお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは早速本日のゲスト様をご登場お招きしたいと思うんですけれども、本日はですね、写真家フォトグラファーとしてご活躍されていらっしゃいますファンキーヨシさんにご登場いただきます。よろしくお願いします。どうぞ。ありがとうございます。改めまして、写真家フォトグラファーとしてご活躍されていらっしゃいますファンキーヨシさんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。ちょっと早速いろんなことをちょっとご質問させていただきながら、ちょっとファンキーヨシさんのご活動をね、はい、よりご紹介ご宣伝させていただければと思うんですけれども、ちょっとファンキーヨシさんっていうちょっとこの由来からちょっとまずお尋ねしたいんですけれども、はい、ファンキーヨシさんっていうまずこの名前がね、すごくインパクトあるなと思うんですけれども、はい、公開したことはないんですけど、はい、いいですか、僕のカメラマンとしての、名前がファンキーヨシで、はい、僕本名は、はい、藤原なんですね。あ、藤原さん、はい、その藤原の F でファンキーです。あ、そういうことなんですね。はい、はい、そうです。あ、 F を、藤原さんの F を取って、その F から始まる単語としてファンキー。はい、そうです。はい、はい、はい、ヨシは吉明なんで。あ、もうそのお名前として。はい、そうです。はい、そういうことですね。そうです。なんか最初オファーさせていただいた時に、はい、ファンキーヨシさんってこう見させていただいた時に、なんかこうちょっとこう怖い方が来られるこのねよく言われますね、このフェイスブックでも見るように、なんかちょっとこの怖い感じの、はい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 、これはですね、ちょっとオファーがあって、はい、この真ん中ちょっと監督なんですけど、ええ、この映画に出演したことがあったんですよ。あ、そうなんですね。はい、あ、それでこれを載せられてるってことですね。あ、じゃあなんかそのお仲間とかっていうことではないってことですよね。まあでも知り合いなんですけど。あ、知り合いなんです。はいはい、あ、そういうことなんです。いや、すごい、そういうファンキーヨシさんっていう名前とこの画像ですごい方が来られるんかなと思うと、ね、すごくおしゃれなお優しい方ではあって、すごいホッとしてるんですけど。林監督という方なんですが、はいはい、三河の方で映画を撮影してる方で。あ、そうなんですね。ありがとうございます。とても素晴らしい方です。はい、じゃあちょっとね、早速お撮りされてるね、ちょっとお写真の方からちょっと1枚目から順番にちょっと見させていただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、こちら1枚目、ちょっともういきなりインパクトあるお写真がなんですけれども、こちらは どういうスタジオではなく、これはスタジオですね。これはスタジオで、はい、撮りされたというところで、これは名古屋で活躍してるダンサーの、はい、ダンサーさん、はい、の姫という方で、あ、はい、これあれですか、こういうポージングとかも、はい、そのヨシさんが、あ、そうです、もちろんそうです、言われて、そうなんですね。こういうのってか、なんていうんですか、もうその人見ただけでこういうポーズとかっていうのはこう思い浮かぶ、そう、もう現場でですね、ポーズは、あ、もうちょっとこう直感でというか感じたままに、そうですね、そうですね。これはどういった、こう足のこう、そういうこうタトゥーっていうんですか、はい、っていうのをちょっとこうより強調するように、いや、そんなに深く考えてないですね。あ、そうなんですね。いや、すごい、なんかこうね、モノクロっていうのもありながら、ありがとうございます。いや、すごいです、ありがとうございます。で、続いてのお写真お願いします。はい、
こちら。これはですね、はい、これは確か、はい、スタジオではなくて、はいはいはい、確か二次会の中に来てた人のワンショットを、はい、とてもセクシーな口ぶりだったんで、すごいですね。そこをアップにしたってわけです。はいはいはい、そこをやっぱあれですか、そあえてこう目元とか映さずに口元を強調したいっていうのもあったり、ちょっと首元もおしゃれにされてたりっていうのがあって、はい、そうですね。もうこの画角とかもやっぱあれですか、もうすぐにこうパッと思いつくというか、すぐにってよりも覗いて、まあ、決めるんですけども、はい、だからそうですね、別に目で見た価格よりも、はい、カメラを実際はもう見えないとこは撮ったりとか、あ、今オートフォーカスなんで、はい、ピントはカメラがやってくれるんで、はい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 、だから同じものでも普段見てるアングルじゃなくて上からとか下から見ると全然違うものに見えたりしちゃう。じゃあちょっとこう肉眼で見る景色とはちょっと違うというか、覗かないと実際に分からない部分もあったり、そんな感じです、ね、撮ってみてやっとこうなんか分かるものが、もちろん一回シャッターをした後はチェックしますけど、はい、それでもう少しこうだなっていうのは何回も撮ります、うん、すごいです、ありがとうございます。じゃあ続いてのお写真お願いします。はい、あ、これもダンサーですね。ダンサーさんの、はい、すごい、これもあれですよね、もうヨシさんがこういうこうポージングというか、これはもう彼女のダンサーの踊ってる瞬間です。あ、そのこの写真撮影をするときに、はい、そういうもう動いてるものっていうことですよね。そうです、そうです。もう彼女のポージングを撮ってもらったわけじゃなくて、はい、もう彼女がもう好きなように踊ってもらってる間に撮ってるだけです。そうなんですね。音楽とかもかけながら、あ、もちろんそう。あ、これはもう彼女これスタジオだったかな、じゃないかもしれなくて、ひょっとしたらなんか彼女のステージかもしれないですね、はい、あ、そうなんですね。そういう撮影に行ってってことですね。あ、そうなんですね。続いてお願いします。はい、すごくそうですよね。なんかもう踊られてる感が見えるというか、う、ね、もう結構やっぱ撮り直しというか、何枚も撮られた上での、いや、もうだってもうこの瞬間しかないですから、はい、撮り直しは効かないですね、スタジオじゃないで。そうですよね、まあ、そういうのもこう何回も重ねて、はい、その中で1枚いいのを撮ったりってことですよね。すごい、やっぱりでもカメラマンさんによってやっぱりこう撮れる映像お写真というか、はい、やっぱり全然変わってくるというか、もう画角とかももちろんだと思うんですけど、そうですよね、ね、ただシャッターを押せばいいもんじゃなくて、やっぱりいろんなこう角度とか、ね、プロなことがありますよね。ただ昔はフィルムでやってたんですけど、今はデジタルなんで、はい、もうとりあえずどう撮ればいいんですかってたまに聞かれるんですけど、もうデジタルだからもうガンガン撮りなと、はい、それでその中の写真を自分で見てみて、はい、あと、あ、これがいいなと、これは良かったのは何でかと自分で考えていけば、あ、昔はフィルムなんで、そうですよね、焼き回しもしなきゃいけない、お金かかるからね、無駄にできない、そういうわけにいかなかったんですけど、一枚一枚が勝負になりますよね。そうなるとやっぱりこう昔からされてる、そういうフルミジアからが小学校の頃からやってました。あ、そうなんです。そうなるとやっぱすごく便利になりました。そこも全然違いますね。やっぱそんなに、そうですよね、一枚一枚お金かかるってなると。そうですもん。今はこう削除したりとか、そう、もうその場でチェックもできるんで。そうですよね。だからそこにもう一回チェックして、もうすぐ取り直してもいいですし、何とでもできるんで。昔はフィルムをお店出して D 型風写真見て、はい、やーと思って、はい、あ、もうお店行って出さないと分かんない、あ、自分では現像しなかったんで、あ、まあそうですよ、自分で現像ってなかなか、そうですよね。いや、ありがとうございます。じゃあ続いての写真お願いします。はい、これもまたすごく、あ、これも小の一つの、はい、あ、小中に撮られた、そうですね、そうなんですね、まあ、だからある意味その小をやってる人もすごいんですよね。でもですけど、やっぱりこの角度とかってやっぱりすごく見せるね、これまた足元から撮るのとちょっと顔から撮るのとっていうので変わったり、ちょっと強調されるとこも変わったり、パフォーマーがすごいと思います。いや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 、すごいよね、お写真。もちろんパフォーマーの皆さんもですけど、写真撮られる方もねと思うんですけど、ちょっと続いてのお写真お願いします。はい、これやっぱあれですね、白黒とカラーによってちょっと全然、うん、そうですよね、なんか雰囲気が全然変わってきますね。同じ時のショーですね、これもね。おお、やっぱり白黒にしようとか、カラーにしようとかっていうのも含めて、ね、あ、もちろん。ただ後で、はい、モノクロにした中の一部分だけカラーを残したいというのは自分の方でやってます。はい、あ、ちょっとできたりってことですよね。ありがとうございます。じゃあ続いての写真お願いします。こちらは、これも確か
どなたかの結婚式に参加してた人のワンショットです、ね、あ、参加してた人、はい、そうです、新郎新婦の方じゃなくて、もうその人を見ただけで撮りたいってなるもんですか？なりますね。あ、それはこう綺麗とかそういうもんじゃなくて、あ、違います。だからこうグッとくるものがあるんで、なんかそのごめんなさい、あの素人な質問で申し訳ないですけど、この瞬間なんで、はい、普段はこんな顔じゃないんですよね、この彼女も。そうですよね、うん、確かに。これはあれですか、あのもうなんか今から撮らせてくださいとかじゃなくて、もう不意に撮るって感じなんですかね？あ、もちろん不意に。そういうことですよね。あの撮りますよってなる場合もあるんですけど、ね、そうなるとあのプロのモデルの方はいいんですけど、一般の方ですとやっぱりこう例えばピースサインしたりだとか、まあ、それが嫌なんで僕は。確かにこう自然じゃないというか。そうなんです。だから僕はあの盗撮です。すごい、はい、でもなかなかこういう資金の中でいうといろんな人がこうねこうもう一対一じゃないので撮りづらさもあったりする中で自然な表情を撮るっていうのは結構難しさもあったり。そうですね。そうですよね。ごめんなさい、先ほどの話ちょっと戻ってしまってあれなんですけど、はい、こう綺麗とは別に撮りたくなるっていうそのグッとくるっていうのって、はいはい、そのちょっとこう表現しにくい直感的な部分もあると思うんですけど、なんかどういう、なんなんだろう、あれですかね、ファンギョスさんがこう撮りたいって思う瞬間、まあ、感性だから僕の持ってる感性とその人が出してる感性が多分一致するんですよね。すごく抽象的ですけど、はい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 。もう撮った瞬間にもうこれはもう白黒にしようとかっていうのも、もう、あ、いやもう撮った瞬間ではない、あとでちょっと修正した時にしてる時に白黒がいいな、これモノクロの方がいいなとか。ただこれ僕人ではなくても、はい、お店とショップ、僕のインスタもアップしてるんですけど、ショップとかなんかでもそのショップの人のオーナーのショップで、はい、私の感性と似てるものがある時、お店もいっぱいあるんですよね、はいはい、あ、じゃあそのショップさん自身のその店の雰囲気を撮ったりっていうことも、あ、もちろんもちろん、インスタにはそういうのアップしてます。そうなんですね、はい、車だったりとかショップだとか、はいはいはい、そういうことですね。ありがとうございます。じゃあ続いてのお写真お願いします。はい、こちらまたちょっと雰囲気また変わった感じで、うん、これは神父さん、本当に神父さんです、神父さん、ちゃんとした、なんかあのちょっと先ほどのなんかイメージで言うと、はい、ちょっとこうモノクロ、ちょっとかっこいい女性みたいな感じのイメージだったんですけど、またちょっとこう違った、そうですね、こうお綺麗なっていう感じ で、ね、まあ神父さんはやっぱりそうですよね、きっとそうですよね。ありがとうございます。じゃあ続いてのお写真お願いします。お、これはまた外人さん、そうです、これはブラジル人の、あ、はいはい、まあ、今ちょっとブラジル戻ってしまったんですけど、ダニエルっていう、はい、彼女ともいろいろフェイスブックにもつながってますけど、はい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 、こういうのやっぱオファーがあって撮られる、いや、これは僕が撮りたいって、あ、そうなんですね、はい、ダニエルを撮らせてって言って、あ、はあはあ、やっぱこの、ね、こうちょっとこれ上から撮られてると思うんですけれども、はい、そうね、角度とかも含めて、ね、やっぱお化粧とかはメイクは、メイクはこの時はその頼みました、あ、ご依頼されてこういう風にっていうので、はいはい、あ、僕が撮りたいんで、はい、でそのメイクもつけますと、はい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 、で、あのそのメイクの子も確か日系ブラジル人の子なんですけど、はい、彼女にメイクしてもらって撮りましたね。そういうあのメイクするのも、はい、まあ、あのヨシさんがこういう風にメイクしてとかっていうから、もう、いや、もう彼女のメイクを気に入ってるから彼女を選んでるわけで、任せてる、はい、彼女に好きなようにしてと。ああ、そういうことなんですね。すごいですね。うわ、やっぱあれですか、こう撮られるにあたってコミュニケーション大事にされてるとか、なんか注意されてることとかございますか、うん、あ、それはやっぱりあの緊張するんで、やっぱり撮り慣れてる人は別なんですけど、そうですよね、だから緊張ほぐすじゃないけども、どうしてもこう先ほどのお話じゃないけど硬くなるというか、そうですね、ね、っていうのがあったりして、どうしてもこう自然体に、僕もね、こうアーティストをさせていただいてるので、まあその言えるほどじゃないですけど、名前からね、お撮りいただいたことあるんですけど、はい、どうしても撮るってなると表現が自然にできなかったりとか、はい、そうですよね、こう以上に力んでしまったりとかっていうのがあると思うので、はいはい、そういうのコミュニケーションをちょっと崩しながら、ね、ほぐしながら、まあ言ってる僕も撮る側でいいんですけど、じゃあ撮られるなったらそれがなかなかできないんですよ、ね、ああ、やっぱまあでもそう、ちょっと違うものですよね、全然違うので、まあ、そのほぐすためにやっぱコミュニケーションっていうのはすごく大事にされてたり、そうですね、そうですよね。こうあれですか、写真撮ってる時って本当たわいもないお話されてたりすることもあるんですか？撮ってる時は、はい、まあ、口開いてしまい、話してないかな。あ、もうその撮るまでのちょっとこう仲良くなるっていうので、撮ってる時はあんまり話さないですね。あのこうしてこうしてっていうのはしますけど、はいはい、一般的な話は多分しないですね。あ、そうなんですね、はい。でもなんかここまで自然体な感じでね、撮れると。すごいやっぱりこうヨシさんにしかできないような引き出し方があるというか、いやいやいや、ですよね。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。じゃあ続いてのお写真お願いします。はい、
あ、これもショーの一つですね。ワンシーンですね。はいはいはい。だからやっぱりパフォーマーの方がすごいんです基本的には。いや、まあまあまあ、そうね、言われるのはもうすごいですけど、うん、でもやっぱり写真家の方がこんだけこうね、これちょっとこうまた引きとか角度によってはやっぱりこの迫力がちょっと欠けてしまったりとかもあったりするもんですよね。あ、そういうのもあったりってことですね。じゃあ続いてのお写真お願いします。はい、あ、こちらで最後ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、たくさんちょっとご紹介いただきましてありがとうございます。で、あのちょっとこちらね、はい、パネルでお持ちいただいているものがちょっといいですか、はい、お持ちさせていただいても。ちょっとパネルは自宅にあったんで、はい、ありがとうございます。こちら、はい、こちらもこれパネルに、はい、されたってことですよね。そうですね。お写真を、写真展をやった時がありまして、その時に使った写真ですね。あ、そうなんですね。やっぱりこうパネルにするしないっていうのは、あのそういう写真展がある時にこういったあの飾るためにってことですよね。もちろん依頼があれば作りますけども。あ、そうなんですね、はい、これやっぱり形とかも、これ正方形だと思うんですけれども、はい、長方形になったりものによってはいろんな形に、ね、好きな僕のイメージな感じで。そうですよね。ちょっともう一枚お渡しさせていただいて、はい、これ同じ人、はい、同じことです。ありがとうございます。はい、こちらもまたやっぱりでもなんかこう表情というか、同じ方であってもちょっとこうね、うん、あのアップのされ方とかによってちょっとこう表現が変わるというか ね、 うね、ありますよね。ありがとうございます。こちらのパネルもお持ちいただきまして、そしてあのちょっと今日カメラをねお持ちいただいてて、今吉さんの前に2台いやいや、ちょっと撮りましょうという形で。いや、すごい、ちょっとねなんか撮る時ってどういう感じで。あ、そういうことですね。はい、なんかちょっとこうより視聴者さんに吉さんの、まあ、ある程度セッティングをしておいて勝手に、はいはいはい、こう明るいんで、はい、そうか、おお、まずこれまずセッティングを見てるだけなんですけど、そうそう、はいはいはい、こんな感じです。あ、そんなこうパッと、あのセッティングはパッとで大丈夫なんですか。え、そうだ、いや、セッティングというか明るさ見て、はい、明るさによって、はい、まあ、今適当に最初は、はい、こんな暗かったので調整して、あ、これぐらいでいいなと。じゃ別にあの顔の表情がどうとかじゃなく、はいはい、そういう明るさによっ て、 ってことです。まずこのカメラのセッティングですね。あ、この部屋に対してどれぐらいの明るさがとか。そうです。でお写真を撮るみたいな。あとはもう2人でとか、はい、あ、そういうのもできる。いいんですか。はい、いや、すごいすごいですね。なんかこのこんな感じです。後からまた送ります。 ありがとうございます。いや、すごい、ありがとうございます。あ、そういうなんか今インカメみたいなもあったりするんですけど、そういう感じでできたり、はいはい、これでもあの携帯であればこの画面に2人の顔が映るじゃないですか、はいはいはい、でもこれって映らない、映らないです。これじゃ角度なかなか、これぐらいだろうなという感じです。それプロしかやっぱりできないですよね。流れですきっと。いやいやいや、これ2台どう違うんですか。これですか、はい、まあ、カメラはあの実際レンズはあと 4,5 本持ってるんですけど、はい、レンズを、はい、その僕の場合本当にスタジオ撮りじゃないのが多いんで、だからレンズを変えてる時間がもったいないんで、はい、だここではメインのレンズを2本ぐらい、まあ、これとこれをセッティングしてって感じです。あ、もう常にどっちかをもう変える時間がもったいないからどちらかを持って撮るっていうこと。レンズによってって、ごめんなさい、僕素人の質問で申し訳ないですけど、はい、何がどう変わる、アップの具合が変わる形ですか。もちろんあの普通の標準レンズというのもありますし、はい、まあ、ズー例えば本当にスポーツ予定したらすごい望遠レンズを持ったりとか、ああ、そう、そういうことですね、はいはい、その会場によってもそのレンズはめていくのも変わったり、自分の位置との距離で、そうそう、まさしくそのことです。そういうことです、ね、立ち位置だとか。でもやっぱりライブとかになると、あの明るさって曲によって変わったりするじゃないですか。変わりますね。ってなるとすぐにやっぱりあの明るさ変えてとか、まあ、でもね、まあ、その辺は、まあ、突然変わっても後から修正することもあるし、あ、はいはい、何枚か撮ってるんで、はい、まあ、ずっとその暗い時ならちょっと変えますけど、はい、まあ、瞬間暗くなった時は、まあ、後から調整したい。やっぱその修正っていうものが今はできたりするので、はい、そうですね、僕もともと印刷会社にいたんで、あ、はい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 、まあ、だからってこれ最近はみんな誰でもやると思うんですけど、いや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 、すごい。じゃあ印刷会社に、勤務されてて、はい、でそのカメラにそういうこうプロ目指されて今ご活躍されてると思うんですけど、きっかけっていうのは何かございますか。いえ、もう印刷会社で勤めながらイベントの撮影はしてました、はい、
なんかそれはなんかカメラになんか撮ろうと思うきっかけとかってございましたか？きっかけは何だったんだろうな。そういうまあアーティストとかミュージシャンとかダンサーさんの友達が多かったんで、まあ撮ってよみたいな。そうそう、まあそこですねきっと。確かでも撮ってよってなるにはカメラお持ちされてたってことですよね。ああそうです。まあ撮影はしてましたね、いろいろ。うん、やっぱりこうバッチリ撮れた時はすごく嬉しかったり、はい、っていうことですね。もちろんです。まあ後で喜んでもらえる方がいい。そうですよね。なかなかそういうね、まあ、カメラってどこに頼んでいいかわからないとか、はい、まあ、どういう人に頼んでいいかわからないっていうのがやっぱりこう素人のとこだと思うので、なんかよりどういった人になんかこう、なんかこう少々写真撮りたいなとか、吉さんのご意見とかってなんかありますか？どういった写真を、はい、なんかどういっただ例えば、うん、得意とされてる撮り方、はい、そうですね、例えばまあ結婚式みたいなちょっと明るいところがとか、はいはい、先ほどね、はいはい、別にどんな時でも撮れますよ。あ、本当ですか？もうスタジオでも全然物撮りであれ、この間もちょっと ある飲食店のメニューを撮ったりだとか。あ、メニューを撮ったりとかも、はい、ありましたね。やっぱりでも動いてるものとそのメニュー止まってるもの、はいはいはい、どちらがまだ違う技術だとは思うんですけれども。あ、もう全然違いますね。全然違いますか、はい、全然違いますね。なんか素人的にはですよ、だってそのお撮りすることなんかもちろんできないですけど、はい、止まってるものの方が、はい、まあ、簡単という表現がちょっと失礼になると思うんですけど、はいはい、なんかこうね、なんか撮り直しできるんですけど、動いてるってどうしてもこうその瞬間瞬間なので、撮り直しが効かないそうですねっていうのがあると思うんですけど、はい、でもやっぱり止まってるものは止まってるもので難しさはそうですね、やっぱり美味しく撮らなきゃいけないんで、あの食材でしたら。そうですよね、明るさの具合とか角度の具合によっては。そうですね、そこですね。そうですよね、ただ上から撮ったら横から撮ったらいいってわけではなく、そうですね、はい、やっぱ同じ食材でも、まあ、トマトであればこの角度とか、お刺身であればこの角度とかっていうのがあったり、お刺身だからとかとトマトでは分かれないと思うんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっとその時の撮影のスタジオがどうなってるかとか、うん、あ、そうかそうか、場所によって、そうですね、その周りの机の、まあ、そういうふうに作っちゃう時もあるんですけど、はあはあはあ、そういうことなんですね、はい、やっぱ一番大変だったなんかこうなんていうんですか、現場もの、はあ、ね、人とかってございますか？ちょっと一番大変だったのは、公開していいのか分からない、ちょっとヤバい系の人たちの写真を撮ったことがあって、ヤバい系、はい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 、危ない系の人たちの、危ない系、はいはいはい、それはちょっと緊張しましたね、さすがに。そういう、はい、まあ、その方のもとも確かにお写真ね、そうです、たまにネットに上がってるってことは、いや、載せないそれはもう死んでも載せないです。あ、やっぱそうなんですね、はい、まあまあちょっとこうコミュニケーションの取り方からちょっと緊張された。そうですね、ちょっとそういう集会があって、はいはいはい、それを撮ってくれ、撮ってほしいって言われて、なんかあれですよね、余計なこと考えてしまうというか、なんかミスったりしたらどうしようみたいな。いや、まあ取り出したらそうでもないんですけど、うん、まあ全然いつもと場所が違うところなんで、はいはい、対応する人が違うんで、そうですよね、緊張はしましたけどね、そういう意味で。まあでも、まあそんなにこう取り出せばそれにも集中できる。あ、もちろんもちろんそうです、ね、あ、やっぱ取るまでが、まあ、どういう雰囲気か分かんないっていうのも、そうです、ね、そうですよね。たまにあるんですか、そういうのも。いやいや、もう今まで撮ってて何十年まで一度だね。あ、そうなんですね、はい、もう一度なんか撮ってほしいとかお声はかかないですね。あ、そうなんですね。逆にすごい印象残ってる、楽しかったみたいな。楽しかったのはやっぱりパフォーマーの子たちがやっぱり自分のパフォーマンスをしてる時なんで、うん、撮影やどうのかで、そのパフォーマンスを見てるのはやっぱり誰でも楽しい。まあそうですね、誰がやってても、うん、うん、まあ、そうですね、パフォーマンス見ながらこう一体感になって、 そうですね、それをよりこう写真家としても、そうですね、だからまあスタジオ撮りというよりもそういうライブみたいな、ライブとかミュージシャンだとかダンサーさんの写真を撮る方が僕は好きですね。まあそうなんですね、やっぱあれですか、こうファギヨシさんもすごくこうおしゃれにされて、指輪されてたりネックレスされてたりとかっていうのがあるんですけど、それはあれですか、やっぱりこう撮影の時もそういうご格好で。ああ、そうです、これちょっとこうラフな、もうちょっとおしゃれな、もうちょっと、はい、派手かもしれないです。あ、本当ですか。場合によっては、まあでもなんかその方がちょっとこう親しみやすいというか、あまりこう写真家の方が固くね、こうジャケットをこうすごくカチッてされてるよりも、はい、ね、なんか写真家の方によってはなんかすごくこう変わったご学校の方もいるとかもお聞きするんですけど、います、今本当いますよ。あ、本当ですか、うん、どういう方が見受けられるんですか、うん、なんかパン一で撮る方とかもいらっしゃるとかも聞いたり、うん、だからそういう人もいるかもしれないですね、はいはいはい、だから昔アナーキーなんての本当に自分パン一で撮ってたりとか、はいはいはい、まあ、そういう人もいるでしょうねきっと。うーん、コスプレしたいだとか、
あ、撮る側、カメラマン自体が。あ、そういうのもあるんですか。いますね。もう実際されてた。いや、僕はしてないです。まあまあ、コスプレイヤーまで行くとね、僕はちょっとストレスタイルじゃないで。ああ、はい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 、そういうのもあったり。そうなんですね。一番なんかこう他には負けないって言ったらちょっと大げさかもしれないですけど、はい、自分にご自身にしか取れない自信あるようなポイントとかこだわりみたいなございますか。いや、特別そんなこと考えたことはないですけど、とりあえずガンガン取ればいいのかなと。あ、やっぱりね、先ほども言われてたように、やっぱ枚数を取ることによって、そうです、そうですね、こうこだわったのを一枚一枚丁寧に取るっていうよりも、ね、たくさん取ってデータをこう編集したりとか、こうね、削除したりってする中 で、その中で成長したりとか、またあの写真でもちょっとやりたいなと考えてるんで。はいはいはい、はい、まあ、それ決まってればここで公開した。ああ、そうですよね。まだ、まず最後はいつされたって言われてました。最後は何年前よ、2年ぐらい前、最後、そうですね、あの鎌谷さんっていう、はい、まあ、年配の方の、僕の大先輩の方がいまして、はい、でファンキー、鎌谷&ファンキーというタイトルで、あ、はいはい、ご一緒にされて、はい、そうです。じゃあこういったパネルとかにされたりとか。そうですね。そうなんですね。え、お家とかもやっぱり写真を置く、飾られてたりとかするんですか。意外と家では飾ってないですね、写真は。普通、普通というか、はい、そんなに写真は、はい、やっぱお仕事として。ただ絵とかなんかを飾ってますけど、自分の写真作品は何も飾ってないです、ね。やっぱ絵とかはお好きなんですね。好きですね。特にどういった絵が。あの、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あの、ちょっとあの障害を持った方の絵で、すごくそれが好きで。なんか風景とか。いや、風景じゃないですね、抽象画っぽいんですけども。ああ、そうなんですね。その方の絵を購入して、まあ、その間もちょっとこの間もあのそういう個展があるという案内が来たんですけど、まあ、行けなかったんですけど、はいはい、その方の絵はなんかこう自分にはグッとくるものがあったんで。やっぱりそういうね、なんか今お話聞いてて僕もすごく感じたんですけれども、やっぱりこうなんかこうなんていうのかな、こういうので好きとか、こういうのが撮りたいっていうよりも、やっぱりそのグッと来られるっていう、そのフィーリング的な直感的なところが一番ヨシさんにとって一番のポイントなんですかね。実は今日最近ちょっとそういうコロナとかいろんな関係があって、あのそういう写真を撮る機会がなかったんですよ、なかなか。うん、そうですよね。今日あるちょっと岡崎の山奥の方で、あの僕個人的な趣味で、はい、あのまあ、原付の昔のモンキーっていうバイク乗ってました。はいはいはい、それのちょっと鉄を使った、はい、あのものをちょっと作ってほしくて、その方とアクセスできまして、はい、実はその方のところへ行ってきたんですよ、はい、そしたらそこの工房みたいなところがあって、山奥なんですけど、はい、それがちょっと本当に最近撮る機会ないと、そこを撮りたいなと思って。あ、そのご様子をってことですか、作ってるところ。作ってるところも撮るかもしれないですけど、まずはそこの場所ですね。あ、もうちょっとグッときたものが、もうかなり来ましたね。なんかちょっと どういった雰囲気とか、なんかちょっとお伝えいただける部分で大丈夫なんですけれども。あ、なんか僕はあのメタルフェチっていうこともあって、メタル鉄が大好きなんです。なんか鉄が大好き、鉄が好きなんです、はい、それで、まあ、知り合いにもちょっと鉄っていう人がいまして、はい、その方は自分の作品を鉄で作ってるんですけども、はい、あの実は今度その人にも連絡して、はい、一緒に行かないかというふうにちょっと来る途中にも電話で話して、はい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 、やっぱ鉄がお好きということで、それを見てちょっとまた写真撮りたいなと。あ、ぜひ。グッとくるもの。それ、まあ、今度多分に今度の作品展はそこを、それをテーマで行きたいなと思ってます。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。まあ、あの Facebook とかの方でも、はい、直接なんかお問い合わせとかいただきましたら、なんかお仕事とか、なんかご依頼とかよろしくお願いします。はい、なんかありますので。なんか最近インスタグラムが Facebook にがインスタグラムを買収しちゃったみたいで、はい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 、インスタにアップしてもフェイスブックに同時にアップされるんで。そうですよね、はい、なんか両方ともされるようで、はい、あ、これインスタですね、私の。あ、インスタの方で、はい、ありがとうございます。あ、これはこの間の月ですね。あ、月なんかありましたね、はいはい、1週間前ぐらいですかね、ちょうど。はい、そうかそうか、あ、私のインスタですね、これは。いや、すごい。でもなんかいろんなジャンルのね、感じも取られてるよう で、ね、はい、また引き続きアズーリもちょっと応援させていただいてますので、はい、よろしくお願いします。はい、あの金利さんいらっしゃい、まだまだゲスト様募集しておりまして、ご出演あのしたいって思っていただける方はこちらの X のアカウントなどね、インスタグラムの方であの出ていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、本日は改めまして、はい、写真家としてフォトグラファーとしてご活躍されていらっしゃいますファンキーヨシさんにご登場いただきました。改めてありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、それではまた次回動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。